皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。学力が低いです。頑張ります。芝君に電話しよう。芝です。あ、芝君、黒宮ユリアだけど。ああ。もしもし。もしもし。用事があってかけてきたんだろ。早くしろ。あ、うん。うん。あれ、部活がなくなってる。引退しちゃったのかな。全国大会とかないのか。まあ今の成績じゃ無理か。来週。さてどこ行こう。遊園地行こっかな。羽ばたき山の遊園地に行こう。来週遊園地へ遊びに行かない？無理だ、その日は。そっか。そう、それなら仕方ないね。切るぞ。うん。うん、残念。あ、オス。オス。今、ちょっといいか。いいよ。オス、ゴー。どうしたの？改まって。今度の日曜日って、お前、空いてっか？空いてるよ。うん、空いてるよ。絶叫値が不足してんだよ、俺。だから、遊園地行かね？行く。それにしても、ハリー遊園地好きだね。うん、行きたい。よかった。どうした？こう？あ、悪い。ちょっと安心じゃなくて、あ、いや、なんでもね。そう？そう？今度の日曜日、バス停で待ち合わせでいい？ああ、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃな。うん、またね。コーンにデートに誘われちゃった。今日はハリーとデートです。9月になったからこの格好じゃ寒いかな。植え替えよ。アクセサリーも外そう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。コーは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った待った。けど。けど？けど？お前を待ってる時って不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。そうなの？悪くないかも。いや、なんでもね。そう？はい。ああ、今日の服。何？あ、これおかしいかな。ちげえよ。すっげえ似合ってんなって。ありがとう。そうかな。やった、この服。こう気に入ってくれたみたい。そういえば今日はレースがあったんだっけ。いいよ、レースは誘わない。来たからには楽しまないとな。よし、行くぞ。うん、うん。どれからにする？そうだな、ジェットコースター、観覧車、メリーゴーランド。あれ、なんでゴーカートがないの？あー、そっか、レースだからないのか。そうだな、観覧車に乗ろうよ。よし、行ってみるか。うん。観覧車ってほんと遅いよな。寝るやつ絶対いそう。ハリーは絶対寝ないでよ。観覧車で二人は何を話すんだろう。もし観覧車の中に閉じ込められちまったらどうする？急に何？
少女漫画にありそうなこと言ってきたんだけど。生きた心地がしないよね。コウに抱きついちゃう。テレビに出られるかも。そうだな、これかこれっぽいけど、だいたい名前がついてたのって正解っぽいんだよね。でもハリーはテレビとか好きそう。こっちにしようかな。テレビに出られるかも。そんなんでテレビに出ても別に嬉しくもなんともねえよ。ああしまった、これやらかした。それにお前の映像を全国に流されるのもよろしくねえし。あ、やらかしてない、よかった。それってどういう意味？どういう意味も何も、そのままの意味だ。いや意味わかんないんだけど。これ以上他の男の目にさらしたくねっつうか。何？そんなに私を独り占めしたいの？いいよ、しちゃって。うるせえ、聞き返すな。これ以上は自分で考えろ。難しいからできない。こう？来た。服を引っ張ってみる。手を伸ばしてみる。見つめてみる。見つめちゃおう。見つめてみる。その目は反則だって。だから見るなって。見ちゃう。こう顔が真っ赤、かわいい。今日はお前と一緒ですっげー楽しかった。また誘ってやっから付き合えよ。なあ、まだ大丈夫か？時間大丈夫だよ。少しなら。じゃあそれ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。またね。コウに家まで送ってもらっちゃった。オス今ちょっといいか？いいよ。オス、コウどうしたの？改まって。今度の日曜日ってお前空いてっか？空いてるよ。空いてるよ。じゃあ臨海公園にでも行くか？行く。行きたい。よかった。どうした？こう？悪い、ちょっと安心じゃなくて、いや、なんでもね。そう今度の日曜日、羽ばたき駅で待ち合わせでいい？楽しみにしてる。じゃなくて楽しみにしてろ。じゃな。またね。コーンにデートに誘われちゃった。今日はハリーとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。コーン、まだ来てないみたい。マジごめん、遅れた。そんなに待ってないよ。私も今来たところ。本当は待ってたんだろ。ありがとう。いえいえ。なんか言った？なんでもねえ。お前なんか待って当然って言ったんだよ。ひどい。はい。まあ今日の服。何？これおかしいかな。ちげえよ、すっげえ似合ってんなって。ありがとう。そうかな。やった、この服こう気に入ってくれたみたい。今日は遊覧船と行きたいところだけど、ハリーは海苦手だから好きじゃないと思うんだよね。レンガ道歩かない？あの雰囲気好きなんだよな。じゃあ行こう。レンガ道って雰囲気いいよな。そうだね、昔の映画のワンシーンみたい。綺麗な道って気持ちいいよね。
あのゴミ箱溢れそうだよ。一番上かな。昔の映画のワンシーンみたい。なんかロンドンっぽくね。かっこいい場所だよな、ここ。行ってみてえな、ロンドン。私も行ってみたい。うん、いい感じだよね。来た。手を伸ばしてみる。チョップしてみる。寄り添ってみる。手を伸ばしちゃおう。手を伸ばしてみる。なんだよ、いきなり。まあ、お前だったら手くらい貸してやる。ありがとう。コウの手握っちゃった。すっげー楽しかったわ、マジで。なあ、誘うからまたどっか行こうぜ。うん。なあ、まだ大丈夫か、時間。大丈夫だよ。うん、少しなら。じゃあそれ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。うん、うん、ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。うん、またね。コウに家まで送ってもらっちゃった。今週はバッチリ頑張ったよね。雑誌ばっかり読んでました。お、お前センス良くなったんじゃね。ちゃんと学習してるみたいだな。よしよし。あ、頭を慣れてくれてる気がする。やったね。佐伯くんに電話しよう。はい、佐伯です。あー、佐伯くん、私黒宮ユリアですけど。はい。あの、黒宮ユリアです。ああ、なんか用か。来週、さーてどこ行こう。森林公園とか行ってみようかな。森林公園の、森林公園に行こう。来週森林公園に行かない？行かない、興味ない。そっか、そう。じゃあ、うん、またね。残念。ハリーに電話しよう。あれ、あー、こう？黒宮ユリアだけど。もしもし、こう？あ、悪い。え？俺もお前に電話しようとして通話ボタンを押したとこだ。じゃなくて。そうだったの？なんだよ、なんか用があんだろう。早く言え。うん。あ、明日お休みか。でも明日はお休みしたいから、来週。さてどうしよう。たまにはゲーセンとか行ってみようかな。繁華街のゲームセンターに行こう。来週ゲームセンターに行かない？行く。やった。つか行かないわけねえだろ。そうなの？じゃあ来週駅前広場で待ってるから。うん、楽しみにしてる。じゃなくて楽しみにしてろ。うん。じゃあ。うん、またね。やった、早く来週が来ないかな。今日はハリーとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。こうは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った待った。けど？お前を待ってる時って、不思議といいフレーズが浮かぶんだ。そうなの？悪くないからな、本当に。いや、なんでもね。そう？はい。まあ、
今日の服だ。何？あ、これおかしいかな。ちげえよ。すっげえ似合ってんなって。ありがとう。そうかな。やった。この服、こう気に入ってくれたみたい。さてと、お前は何してんだ？そうだな。ビデオゲーム、メダルゲーム、音ゲーにしようよ。お、いいな。よし、行こうぜ。うん。おお。さあってやるか。うん。おお、懐かしいゲームがある。踊ってる姿とってもいい。音ゲーって楽しいよね。こうできるの？できるんじゃない？これかこれだけど、撮影とか好きなんじゃないかな。踊ってる姿撮ってもいい？ああ、かっこよく撮れよ。うん、任せて。うん、いい感じだよね。今日は面白かった。笑いすぎて顔痛い。またどっか行こうぜ。誘えよ。うん。なあ、まだ大丈夫か？時間。大丈夫だよ。うん、少しなら。じゃあ、それ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。うん。うん。ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあ、またな。うん、またね。コーに家まで送ってもらっちゃった。お、オス。オス、今ちょっといいか？いいよ。オス、コー、どうしたの？改まって。今度の日曜日ってお前空いてっか？空いてるけど、文化祭準備期間なんだよね。うん、空いてるよ。じゃあよ、ボーリングしに行かね？行く。うん、行きたい。よかった。どうした？こう？あ、悪い。ちょっと安心じゃなくて、あ、いや、なんでもね。そう？そう？今度の日曜日、駅前広場で待ち合わせでいい？ああ、楽しみにしてる。じゃなくて、楽しみにしてろ。じゃな。うん、またね。コーにデートに誘われちゃった。今年の文化祭は学園演劇ですので、皆さんぜひ参加してください。はい。というか、運動部に入ったら強制で演劇なんだ。では2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。はい。学園演劇、よし、気合い入れて頑張ろう。今日はハリーとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを変えましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。こうは、あ、いた。ごめん、待った？ああ、待った待った。けど。けど？けど？お前を待ってる時って、不思議といいフレーズが浮かぶんだよな。そうなの？悪くないかも。思ってますね。いや、なんでもね。そう？はい。それ、もしかして。うん、そうだよ。うん、こうのプレゼント早速つけてみました。さすが俺、見立ては正しかったな。うん、バッチリだよ。うん、すっごく気に入ってるよ。よかった。何？じゃなくて、俺が選んだんだから当たり前だっつーの。そっか。こう、喜んでくれたよね。お前どっちがいい？え、ボーリングしたいんじゃないの？ボーリングにしようよ。よし、ガンガン倒しまくってやれ。
私だって負けないよ。じゃ、行ってみっか。うん。どっちが勝つか真剣勝負。ボーリングを教えてほしいな。遊びなんだからさ、気楽に行かない？一番上だ。どっちが勝つか真剣勝負。おう、望むところだ。俺に勝負を挑んだこと、後悔させてやる。その言葉、そのまんま返してあげる。うん、いい感じだよね。すっげー楽しかったわ、マジで。なあ、誘うからまたどっか行こうぜ。うん。なあ、まだ大丈夫か、時間。大丈夫だよ。うん、少しなら。じゃあ、それ俺にくれ。ギリギリまでいようぜ、一緒に。うん。うん。ありがとう、家まで送ってくれて。まあこれくらいはな、礼には及ばねえよ。じゃあまたな。うん、またね。コウに家まで送ってもらっちゃった。今日の文化祭、私が参加するのは学園演劇。準備急がなきゃ。あ、ハルヒちゃんだ。おお、久しぶりに出てきたな。どこや、どこや。限定10個、羽がくスペシャルパフェを作ってるクラス。もう一人で楽しんでるじゃん。言っちゃった。お菓子が絡むといつも以上にパワフルになるよね。お芝居だよ、お芝居が始まるよ。え、もうですか。ん、若おじ先生。あ、もしかして学年演劇の。あれ、学園演劇じゃなかったっけ。お客さん集めです。お芝居が始まるよ。若おじ先生、お客集めがすっかり板についたみたいですね。確かに。そうなんです、最近先生よりこっちの方が向いてるような気がしてきました。それはどうかと思いますけど。若王子先生、楽しそうですね。楽しいよ、お芝居だよ。あ、若様先生。本当だ、お芝居が始まるよ。先生、先生は出演するんですか。いや、さすがに出ないんじゃない。それは秘密だよ、見てのお楽しみだよ。え、出るんですか。じゃあ見に行きます。すごいな、女性飛び2人分の声出したよ。若王子先生、生徒より楽しそう。おう、オス。オス、そろそろだな。うん。おお、かっこいい。でも何の演目だろう。あ、こう。お前もしかして上がってんの。うん、少し。うん、なんだか震えちゃって。どうにかしろ。お前まで上がっちまったらどうしていいか分からないだろ。俺が。ハリーが。笑えるんだったら大丈夫だな。うん、もう大丈夫、ありがとう。こう、ひょっとして私の緊張をほぐすために。よし、行くぞ。うん、うん。これより羽ヶ崎学園学園演劇を開演いたします。おう、その手にあるギターは何だ。何を企んでいる。ギター。もうすごい。いいえ、企んでなどいません。私はただ、共に楽しみたいだけです。何を楽しむというのだ。音楽など、単に手段に過ぎないだろう。音楽が物語？おお。そんな楽器一つで、子供たちの心を懐柔し、次は私か。あ、これサウンドオブミュージックだ。おお、かっこいい。
ハリー光ってる。まったく呆れさせる。こっちもかっこいいな。大佐、大佐は何に怯えていらっしゃるのですか？思い出してください。音楽とは本来楽しむものなのです。今の大佐は音楽ではなく別の何かから逃げているような。あれ、ここで黙れって怒るはずなのにセリフ忘れちゃったのかな。大丈夫？そうだよな。おう、まず自分が心の底から楽しめなかったら音楽やってる意味ねえんだよ。それ正しいセリフ？おお、かっこいい。緊張して上がっちまうことにビクビクして。それってハリーだよね。それだけに気取られて一番大事なこと忘れてた。うん。どうしよう、セリフ違うけど。へい、続けちゃえ、もうやっちゃえ。大佐、音楽を否定なさらないでください。さあ共に歌いましょう。お前に言われなくても分かってるっつうの。え？この俺を誰だと思ってる。世界を取る男、ハリーだ。行くぞ。いや、これはダメだよ。大佐、名前も話も違います。ここで笑いが来ちゃうよ。ほら来た。あー、すっきりしたな。私はヒヤヒヤしたよ。こう、セリフもシナリオも変えすぎだよ。けどついてきてたじゃん、すげえなお前。なんとかね。それに何？芝居の中のこととはいえ聞いた、お前のセリフ。お前が言ったから余計に。そうなの？え？本当にすげえよ、サンキュー。いえいえ。こう、演劇で主役になれたし、いい思い出になったな。高校生活最後の文化祭はこうして終了した。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。